追想は1956年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はアナトール・リトバク。出演はユルブリンナーとイングリッド・バーグマンなど。ロシア帝国のアナスタシア王女が存命するという交換の伝説をもとにしたマルセル・モーレットによる1955年の戯曲アナスタシアの映画化。両対戦艦のフランスが舞台。イングリッド・バーグマンがこの作品で2度目のアカデミー。 主演女優賞を受賞した。1997年に、ストーリー構成がいくつか類似したアニメ映画、アナスタシアが公開された。10代の若き王女アナスタシア王女含めて、ロシア皇帝ニコライニセイの一家が10月革命の後に、ボリシェビキによって殺害されたと推測されてから10年が経過した。ロシア帝国の元将軍暴人は、ニコライニセイが4人の娘のために、 イングランド銀行に預金した1000万ポンドのロマノフ家の遺産に目をつける。某人は街で拾った記憶喪失の女性アンナ・ニコルを生存が噂されるアナスタシア王女に仕立てて遺産を手に入れようと彼女に各種レッスンを施して本物らしく仕立てる。ついにデンマークでオいのポール公と余生を過ごす交代号との涙の対面にまでこぎつける。ふとした 妙な席から、交代号は、彼女が本物のアナスタシアであることに気づく。悲惨目当てで、暴人に協力するポール公とアンナの数週間後の婚約発表も決まったが、暴人のアンナへの思いも本物になってしまい、二人が愛し合うという誤算が生じる。そして婚約発表当日、披露の場に、暴人とアンナの姿はなかった。孫娘が行方不明となる事態に、 すべてを承知していた交代号は、芝居は終わった。家にお帰りなさいと招待客に告げるために、ポール公を伴って会場に向かう。カッコ内は日本語吹き替えその他、薄井正明、柳上次前田敏子、円樹竜二、高村明子、和田慶、杉田敏也、麻生光子、花形慶子、北原文江遠藤春、加藤治矢田孝二、 風祭り週一テレビ初回放送日、1967年12月10日ネット、日曜洋画劇場。ありがとうございます。